ですね、どうぞ。速報、甲子園の道より、地方大会の敗戦投手にインタビューする舌足らずな長島みなと、作業がいないキャプテン吐き追いかけたラトゥ、そしてトゥティ、あてそこには奇跡のドラマがありました。敗戦投手の椎名君です。3年椎名サトシです。あと一つというところでした。3年間甲子園目指してシートノック中心に掃除してきました。でも自分のチキンハートとケアリスミスのせいでサクセスストーリーを気づきませんでした。2010ナット甲子園で効果歌いたかったですね。青春の輝き、サンシャイン学園。次は大探偵、この後